実況させていただいておりますスロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はねロックマン X2 ソウルイレイザーね、ゲームボーイカラー版ですね、やっていきたいと思います。ねこのデータやな、うん、これでいい。あれ違うな、オープニングステージクリアした後やからこれですね、うん、はい。まずはね、シャイニングタイガードステージね、ここですね、はい。こいつね、ね、ここですね。これね、チャージはね、オートでチャージしてくれるんですよ、このゲームはね。うん。なんもないな、これ。あ、フライトアーマー。下行っていいのか、落ちたら死にそうやな、これ。よし、あれはオートセーブですね、あれはね。おお、まさか穴が落とし穴が、まあね、ここ気をつけな、こういうことやな、あれや、やばい、ここもやな、ここは、あ、危ね、ああ、なるほど、これ乗るんか。蘇ってっちゃうのこれ。また、あ、お、今ダッシュせんで、ダッシュし、勝手にしよったね、今。よし、ジャンプ。あれ？こっちか。あ、これあれやん。あ、でもこれ、武器がないとわかんのかな。多分。やばいやばい、もういいや、後回しで死んでもったら何もならんから。あれ、あ、そういうことか。あ、最初ゲームオーバーやんか、これ。最後の残機やったんやな。乗らんとこれ壊せないのか。
しまった。ここ落ちるとは思わなかった。地味に難しいぞこのね。地味に難しいな。あっと危ない。このゲーム怖いのはね、ダッシュをね、してしまうんですよ、勝手に。そういう操作性が悪いからね、そういうとこあるんですよ。横ボタン連打するとダッシュしてしまうんでね、あんまり横ボタン押せないんですよね。ちょっとじれったいなこれ。よし、ここはロックバスターじゃ壊せないなこれな。やっぱりな、アイテムがないと無理だ。アイテムというか武器がないと。さっきここで落ちて死んだよね。ドンミスやね。あれ？あ、下針なんかあれ？わからんわ、そんな。なんで死んだんやと思ったの？わかりづらいな。もう最後の残機やもんな、これ。これ、下針に見えないよな。普通に歩けるように見えるよな。騙されるわ絶対こんなの。わからんよ。落ちたらあかんと思えへんもん。ああしまった。いいねもう。いや地味に難しいこの面。結構嫌な面ですね、これ。嫌いなタイプの面。あぶね。これコンフィグ変えるか。後でね。後でコンフィグ変えよう。やりにくいわ、これ。操作性悪いわ。まあ、操作性って大事ですからね。操作性悪いとね、ゲームは進まないですから。うまいこと操作できないですからね。なんでスタート時点ちゃうわ。スタートボタンがダッシュなの。覚えたぞ、3つのパターン。
構長いですね、この面ね。ここで死んだやろう、あの変なやつ撃ってほしいな。なんかね、同じとこで2回死ぬと腹立ちますよね。何やっとんねんって思うわ、ほんまに。学習できてないとこだからね。これさっき死んだよな、これ。うわ、そうだ、こいつ押してきよるのか。押してきよるんやね。あー、しまった。同じとこで死んでるぜ、もう。2回とも、2回同じとこで死んでるやん。同じミスはね、ほんと勘弁してもらいたいな。あれ、取らんでいいかな、の回復。今でも行ってない状態ですからね、まだ。もういいや、無視しよう、ここ。死ぬぐらいやったらもうそれの方がいいよ。さあ、最後の残機でボスですからね、厳しいな。いやー、これ3回目ですよ、これ。4回目ぐらいか。4回目ぐらいだと思いますね。臭いんですよね、本当に。勘弁してもらいたいわ。じれったいな。あれ。嫌なやつやな。
取るのやね。こうやって、ああ、こうやってね。あ、もういいわ、もう。大変やからいいわ。また死んだらもったいないから。強いか。かっけえな。
出たの出た。あれ、あーもうないよねこいつら。トミントやばい。あ、回復ある。あれ、あーそうか、こっちから飛べないのか、回らんと。最後の残機やな。メットール。おお、びっくりした。さっきのレーザーみたいなの何なんや。あれ食らったら一発で死ぬんちゃうの。あかん。ここどうやって行くの。あれダッシュジャンプか。あ、何やっとんねん俺。何でステージセレクトやってんねん。まあどっちにしても最初からやけどさ。欲しいなこいつら。バットン撃ってほしいねんな。あやばい、ヒットポイントやばい。あーくそ、あーくそ、あーもう。ダッシュジャンプがやりにくいんですよね。操作性悪いからな。ほんと操作性悪さっていうのは大きいんですよ。これね、ダッシュジャンプするの難しいんですよ。こうやな。ああそういうことか。押されるのか。あ、もう最後の残機やね。ロックマンテンのあれですよね。コマンドマンステージみたいなもんか。こう、風に押されて、それにやられるっていうタイプのステージ。厄介な面ですよ。ここ登っとかなあかんってことやな。ボスも出てた。もう最後の残機やからな、厳しいなこれ。あ、まだか、まだあるんや。わあ、ボスかと思ったよ。まだあるんかい。
バットンがうっとうしいね、これ。ちょっと待てよ、おい。何やねん、ムカつくな、もう。なんかね、操作性悪いんですよ、このゲームね。虫ずが走るんですよね。何やねん、これ、ムカつくな、ほんまに。操作性悪いんですよ。それが全ての、このゲームはね、操作性悪いんですよ、とにかくね。だからね、こううまく操作できないんですよね。操作性悪いのはね、俺のせいじゃないんですよ。ゲームのせいなんですよね。操作性悪いのだけはどうしようもないんでね。地味に難しいな、この面も。あー、もう鬱陶しいな、こいつら、ほんまに。あー、ムカつく。コントローラー投げつけそうになるけどな。それやるとまたあれやから。コントローラー投げつけたらまた壊したらね、かなんからな。それはできないわ。あー、やばい。あぶね。風がまだ飛んでたな、これ。あー、くっそ、もう。ここやな。やっぱりな、あるやろうと思ったわ。もう最後の残機やな。え、まだあんの？まだあるんかい。長い面やな、おい。やばい、あっ、ハートアップって言うか、ライフアップ取っただけは意味なかったな。いや、この面むずいで、めっちゃ。あー、やばいやばい。何してんねん、もう操作性悪いな、ほんまに。なんかね、当たり判定はね、当たりやすいしね、操作性悪いわでね、ほんと、ね、やりにくいゲームですよ、ほんとに。ああ、もう、落とされるしな、これ。敵は多いしさ、おい。狭いねん、これ、面が。当たり判定が当たりやすいね。
ばいやばい。さあ、こっから先は死ぬからね、気をつけんとね、一発で。いやいや、ほんとね、この面ね、やばいやばい、崇拝版と全然ちゃうやん、面がすげえ難しくなってるやん。こいつ倒されても無視しよう。完全にこれコマンドマンステージやな、ロックマン10の。まだあるんや。どうすかな、もうそろそろボスっぽい。あ、やっとボスや。あれあれ、もしかしてこれセーブデータ、あ、これか、これや。あれ、ちょっと待って、こういうことか。やばいやばい、死ぬ。おお、危ない。これでやっと2体倒しましたね。トライアードサンダーをゲットした。出るかな、夫婦が楽しませてくれるわね、僕らたち。そんなに楽しむ余裕はないはずだ。さっさと奴らを倒してしまった方が。まだよ、僕らたちのデータが欲しいの。僕らたちは戦いを戦うほど強くなっていくわ。そして良いデータも手に入る。 DNA ソウルは十分手に入れた。もう必要ないはずだ。直接私が戦えばすぐにでも止められるのに、仕留められるのに。あなたも気づいているはずよ。さすがにあの二人を同時に相手するのが危険なことを。確かに二人一遍に相手するのは危険だ。もうちょっと遊びましょうよ。ガーディアンが坊やたちを料理してくれるかもしれない。望みは薄いが、仕方あるまい。楽しみだわ。坊やたちと会えるのが、ふふふ。はい。セーブして終わる。ここですね。はい、じゃあこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。この続きはまた次回ということにさせていただきます。